神社ソムリエのあかりチャンネル、はい、やってまいりました。もう緊急企画ですよ。牛虎神社にやってまいりました。なぜかというと、この前マツコの知らない世界に出させていただきましたよね。その時にご紹介差し上げたのがこちらの神社、牛虎神社でございます。でその後ね、やっぱり神主さんとお電話させていただくわけですよ。どうでしたみたいな話してたら、すごいニュースが飛び込んできたんです。これはもう電話やあかん、直接行かなあかんということでやってまいりました。実は前に参拝させていただいた時は結構前なんですよ。平成20何年やったかな、もうそれぐらいですよ。その時のやっぱ記憶が蘇りますよね。だ神社何回も来る、ほんで御朱印のその日付見るっていうのは、そういういいことがたくさんありますよね。思い返せるっていうかね、いろいろありますわ。で、わきれい、こういうのいいですよね。神社ってなんかやっぱりね、硬いイメージたくさんあるから、こんなんいろいろしてくれたらいいですよ。くぐるところね、そしてこちらでございます。ご紹介差し上げた、それに神職の方にお話伺えるということで行ってみましょう。こんにちは。電話だけじゃ済まへん大ニュースが飛び込んでまいりまして、それを伺いに東京から飛んでまいりました。わざわざありがとうございます。ちょっとお話伺ってもよろしいでしょうか。はい、お願いします。改めまして、牛虎神社宮司でいらっしゃいます奥さんです。宮司の奥でございます。あのマツコの知らない世界、あとこれあやかりチャンネルでもご紹介差し上げてますけど、それ急にあのテレビ局からお話聞かせずに怪しくなかったですか。そうですね、一体どなたがご紹介いただけるんだろうとこんなところでございました。だけどあのお話をテレビの方で伺ってですね、あ、これはあのちゃんとした方だなと、あの我々の言っていただきたいことをそのまま言っていただいたらと思いました。ありがとうございます。あのもうズバリ聞きます。この前マツコの知らない世界でご紹介差し上げたんですけど、で今回ねそれを機にちょっとしたニュースがあったんですよね。あのちょっとうずめ神社のこともご紹介いただけるような話をちょっと伺っておりましたので、はい、で早速ですが、あのうずめ神社さんの御朱印の方を用意させていただいてみました。いやもうありがとうございます。これだから今まではなかったんですよね。なかったですね。だけどオンエアをきっかけに頒布されるようになったと、はい、今まであのそういった鵜染神社の御朱印をくださいという方もまずいらっしゃる方ですから、はい、実は僕はもう数年前っていうかもうちょっと前ですからね、参拝させていただいた時に雨の鵜染が祀られてるお社ってちょっと珍しいかなと思って、もしよければ、無理なお願いをさせていただいたんですけれども、後にも先にも僕だけだったという、はい、私もうっすらと記憶に残っております。それ以来でございまして、急ごしらいであれだったんですけど、こちらですね、はい、鵜染神社で、まあ、あの芸能の神様ですね、はい、センス芸能の神様なんで あしらってみました。これはもう要は令和4年正月頒布開始ってことですね。ね、いや嬉しい。これはもう、まあ、別にあの言わせたいわけじゃないんですけど、まあ神社ソムリエきっかけ。そうですね。そうですか。それ間違いないですね。ありがとうございます。で
今もなんですけど参拝に上がられてる方結構いらっしゃいますよね。ね、当日はですねあそこに行列ができるのは初めてです。初めて芸能関係の神様ですので、あの例えば美大を受けるんだとか、うん、そういう方が、来られて拝んだりお守りないんですかという問い合わせがあったんですけど、まあ、まあそれぐらいですね、ほとんどなかったんですね。やっぱりご紹介いただいたように肌をさらすという観点から見ていただいたことで、はい、まあ、マスクを取りたいというか、ね、うん、皆さんの気持ちがそれにつながったんだと思います。ありがとうございます。ということで今回はちょっとあの緊急企画だったんですけれども、今後とも多くの方に参拝していただきますようご紹介差し上げる回でございました。突然のお願いだったんですけれども、奥さんありがとうございました。ありがとうございます。